再びやってまいりました。ここは石川県粟津温泉湯の国の森です。いやー、やっぱりここはいいですね。たくさん撮りたいものがあります。今回もデジタル一眼レフ持ってまいりましたね。皆さんもそうだと思うんですが、やっぱり旅には欠かせませんね。なんて言うんでしょう、なんとかのないなんとかみたいです本当になんとかなんとかですよなんとかじゃわからないだろ。おお、つららくんいたの横にいたじゃん。とにかく今日はプロ級の写真の撮り方を教えてくれるって熊ひげ先生が言うから早起きしてきたんだぜ。早く撮ろうよ。オッケー、わかった。そうなんです、プロ級の写真といっても本当は簡単なんです。今日は応用撮影ゾーンを使いますよ。応用撮影ゾーン？前は簡単撮影ゾーンでそれに合わせて撮るだけだったよね。そうなんです。今回は周りの明るさや撮りたいものの状況を見て判断して手動で調整するところもあります。へえ、かっこいい、すげえ。じゃあ早く早く慌てない慌てない。まずは応用撮影ゾーンにどんなものがあるかちゃんと分かってないとね。じゃあ早速始めよう。